のエキゾチックな美貌と大胆なミニスカートがトレードマーク。爽やか律子さんの愛称で親しまれたボーリングブームの立役者、プロボーラー中山律子。中山のバネの効いた投球です。華麗なテクニック、アスリートらしい爽やかな笑顔、その愛くるしいキャラクターは当時多くの人を魅了した。しかし彼女にも常に背中を追い続けるある存在がいた。私が2番だったんですけど、1番がいないと本当に頼り切っちゃってるんですね、私はね。一世を風靡した時のスーパースター中山律子。そんな女子プロボール界のアイドルは実は栄光の1番手ではなかった。果たして中山が辿った2番手の人生、そして彼女の前に立ちはだかった一番手の存在とは。昭和17年、幼くして父親を亡くした中山の家は母子家庭だった。中山の母は女で一つで小さなおでん屋を切り盛りしていたが、その売り上げはわずか。爪に火を灯すような生活ぶりだった。そんな暮らしの中、中山が興味を持ったのは当時日本に入ってきて間もないボーリング。10本のピンを重たいボールで弾き飛ばす快感、シンプルにして奥深いこのスポーツに中山は心を奪われた。しかし当時のゲーム代は1ゲーム250円、喫茶店でコーヒー1杯が100円もしなかった時代に、子供の遊びとしてはとても贅沢なもの。そこで中山は母の店の売り上げから1000円をくすねては、こっそりボーリング場へ通い詰めたという。母はそれを知りつつも見て見ぬふり、父親のいない娘を不憫に思う母親の愛情だった。昭和42年、時は流れ中山25歳。母の愛情の甲斐あってボーリングは上達。ボーリング場でアルバイトをしながらアマチュアとしてキャリアを積んでいた。そんな折、中山が出場することになった公式大会、彼女は順当に勝ち進み、なんと初出場でありながら決勝戦進出を果たす。中山は思いもよらぬ好成績に満足し、すでに気を抜いていた。そんな時、安心するのはまだ早いわよ。中山の浮ついた心を見透かし、一瞬にして震え上がらせた女性、彼女こそ当時女子ナンバーワンの実力者、須田佳代子だった。その後の決勝戦は気迫に勝る須田が優勝。そう、あのトイレでのやり取りで中山の負けはすでに決まっていた。この日を境に中山は須田の背中を追い続けるようになる。その後、昭和43年に中山は上京、東京タワーボーリングセンターに就職後、日本初の女子プロを目指しトレーニングに明け暮れた。そして翌年、女子初めての公認試験に見事合格。第1期生13人中2位という好成績でプロボーラーとなった。ライセンスナンバーは成績順で2番、そしてライセンスナンバー1番はやはりあの須田佳代子だった。またしても上を行かれた中山だが、そんな彼女に思いもよらぬ幸運が訪れる。昭和45年8月、東京府中スターレーン、技術向上のための月例会の開催日。この日の月例会はいつもとは違う異様な熱気に会場全体が包まれていた。それもそのはず、参加していた中山がここまでのフレームを全てストライクで決めていたからであった。
もしかしたらパーフェクトが出るかも。それは女子プロボール界では未だ誰も成し得ていない大記録。大記録に挑戦であります。いかにも冷静そのもの。会場中の期待を一身に背負い最後の投球に挑む中山。そして中山の最後の一投です。プロになってわずか1年で女子プロ初のパーフェクト達成。新時代のヒロインが誕生した瞬間だった。この日から中山はマスコミに引っ張りだことなり一躍時の人になる。当時の中山は行く先々で注目を集め、それに伴いボーリングブームも一気に加熱。大胆なミニスカートと美しい容姿、中山は女子プロボーラーの代名詞となりナンバーワンの知名度を誇るようになる。その一方、女子プロ初のパーフェクトを中山に達成された須田佳代子は人知れず闘志を燃やしていた。夢のパーフェクトから9日後、第6回札幌オールスター決勝。その日を振り返り、中山は自らの著書にこう記している。背中にカッカと吹きつける熱気を感じる。振り向くとそこには須田佳代子さんがいた。ライセンスナンバー1番の名にかけて中山を倒す。須田は負けるわけにはいかなかった。世間が中山ブームに沸く中で須田は黙々と練習を積み重ねていた。そう、天才肌の中山とは対照的に須田は努力の人間だった。結果は実り、須田は中山を下し優勝。その実力と気迫を見せつけた。須田はその波に乗り快進撃を続け、公式戦6連勝という金字塔を打ち立てた。その間中山は須田の背中を見続けることになる。知名度は1番、しかし結果は2番。中山は爽やか律子さんというイメージを表では見せつつ、裏では悔し涙をかみしめていた。昭和48年、第4次中東戦争の煽りを受け、日本はオイルショックに見舞われる。それに伴い絶頂を極めたボーリングブームもいつしか下火になり、ボーリング場は次々に閉鎖。ボーリング界に暗い影を落とす。そんな時、女子ボーラーのために立ち上がったのが誰であろう、あの須田佳代子だった。自らが先頭に立ち、女子ボーラーの協会 JLBC を設立。これにより全国に散らばる女子ボーラーたちが一致団結し、復興のために手を取り合うようになる。中山も発起人の一人として参加するも、その心の内には須田に対するある思いが渦巻いていた。人脈を着々と積み上げていく彼女に比べて、出会いが豊富なくせにその出会いを人生の中に生かしきれない私。選手としても業界の未来を担う考え方も須田には遠く及ばないことを思い知らされたのだった。そして中山が次こそは、そう思った矢先、須田はさらに遠いところへと行ってしまった。須田さんを目標にいつもボーリングしてたんですよ、私は。常に須田さんがいるからもう頼り切っちゃってるんですね、私はね。そういう面では、ね、最後まで須田を追い抜けぬまま、二人の対決は終わりを迎えた。
中山はその2番手という境遇をこう振り返っている。常に目標にする一番という存在があるのはとても幸せなことである。一番手を追うことでさらなる高みへと羽ばたいた中山律子。そんな彼女は亡き須田の遺志を引き継ぎ、現在 JLBC の会長を務める。中山律子は今もなお須田の背中を追いかけ続けている。